こんにちは、恵比寿整体院プラスフィール院長の内山です。今回は座ったままできる腰の負担を減らすストレッチ方法についてお伝えしたいと思います。この動画を見てくれたあなたは、座っている時に腰が痛い、長時間座っていて腰に違和感を感じていることは多くないですか？なので今回は腰に違和感を感じた時に座りながらすぐ行える方法になっていますので、最後までご視聴ください。今回ストレッチする筋肉は骶腸筋になります。骶腸筋はお尻の筋肉なのですが、骨盤と股関節をつないでいる筋肉になります。座っている時間が長い方や座っている姿勢が悪い方は、この骶腸筋すごく硬くなってしまいます。骶腸筋が正常で柔らかい方は綺麗な姿勢で座っていることができるんですが、骶腸筋が硬い方、骨盤がこういうふうに丸まって座ってしまうため、腰も丸まってしまい腰痛の原因になってしまいます。なので長時間座って腰が痛い、座っていると腰が痛くなりそうで不安、そんな方にもおすすめなストレッチ方法をご紹介します。ではやっていきましょう。骶腸筋を伸ばしたい方の足を反対側の膝に乗っけます。でこの状態から膝を水平にこう保つためにグッと押していってほしいんですけど、体が硬い方、まずこの状態で結構辛いと思います。なので膝をグッと押すのは、体がこう動かないところまででいいので、体がぶれないところまででいいのでゆっくり押していきます。ここはちょっと押せちゃうのでグッと水平にまで押していきますね。でこの状態ですでにお尻の横の方伸びているかと思います。ここからさらに胸をグッと張った状態で体を前に倒していきたいのですが、ちょっと横向きで説明していきます。体が丸まった姿勢ではなくて、膝をグッと押して胸を張るように起こしていきましょう。この状態で胸と足ゆっくり近づけていってください。そうすると先ほどよりお尻の横側、骶腸筋よく伸びていると思います。この状態で30秒間キープしていきます。同じように逆の骶腸筋もストレッチしてみてください。骶腸筋がしっかり伸ばされた後は腰回りが楽になっていると思います。また骨盤を立てた状態で座れるので腰への負担も減っています。座りながらできる簡単なストレッチ方法ですので、腰が丸くなってきたなと感じた時に行ってみるととても効果的ですので、ぜひ実践してみてください。体のことでお悩みご相談ありましたらぜひコメントください。今後も体に役立つ動画配信していきます。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。